長野新幹線。長野新幹線は、北陸新幹線において、東日本旅客鉄道、JR 東日本が運行する区間にかつて、用いられていた、通称、運転系透明である。1998年、平成10年2月の長野オリンピック開催に合わせて、1997年、平成9年10月1日に、北陸新幹線の高崎駅、 運転系統上は東京駅長野駅間が開通したが、この時点では北陸地方までつながっていなかったため、便宜的に長野新幹線、長野行き新幹線、後に長野新幹線と案内されていた。2015年平成27年3月14日に金沢駅まで開業した際に案内上の故障は正式名の北陸新幹線に統一され、 長野新幹線という故障は消滅した。以降、JR 東日本区間では、長野を経由することを明示するため、北陸新幹線、長野経由という表記が用いられることがある。故障の変遷の詳細は口述。以下、当記事では2015年、平成27年3月13日までの営業形態について記述する。長野新幹線開業までの詳しい経緯については、 北陸新幹線遠隔を参照。2015年3月13日の延伸前日時点で、朝間が東京駅長野駅間に27往復、東京駅軽井沢駅間に1往復定期列車として運転されていた。軽井沢発着列車のうち、551号は金曜日一部の休日に長野駅終着、502号は土曜日一部の休日に 長野駅始発となり、軽井沢駅長野駅間は臨時列車扱いとして延長運転を行っていたほか、軽井沢駅長野駅間に折り1本599号が土曜日並びに一部休日運休の臨時列車扱いで運転されていた。2013年10月10日、JR 東日本と JR 西日本の両社は一般公募の結果を参考にして、 北陸新幹線の列車名を決め、従来の長野新幹線と同じく、東京駅長野駅間で運行するタイプは、名前もそのまま、甘にすると発表し、金沢延伸後は、東京駅長野駅間を区間運転する、各駅停車タイプの列車という性格が強くなっている。なお、東京駅軽井沢駅間の列車については、金沢、延伸以降、定期設定はない。定期営業列車としては、 開業時より E2 系0番台 N 編成8両が用いられ2014年からは E7 系 F 編成12両も充当されていた。このほか、臨時列車として急勾配復習波数対応設備を持つ200系 E4 系が入線している。交通需要について国土交通省が2000年に調査した都道府県間鉄道旅客流動データによると 東京都から鉄道で多道府県に移動した年間旅客のうち、長野新幹線沿線各県、長野県の三重の年間旅数は294.0万人であった。さらに、東京県、東京都神奈川県、埼玉県、千葉県から、長野県への年間旅客数は499.7万人であった。また、沿線各都県間を流動する出発鉄道旅客数は、 長野県出発客が334.3万人と最も多く、ついで東京都の294.0万人であり、同じく目的地旅客数は長野県を目的地とする客が363.6万人、東京都が267.4万人であった。沿線各都県間の旅客流動状況、2000年は以下の通り、単位1000人、年、 東海道、山陽新幹線が全線に渡り高需要が期待され、また、東北新幹線は、栃木、宮城という東京仙台間に高需要が期待される。一方、長野新幹線の場合は、東京高崎間で、並行運行する上越新幹線と、様、全線に渡って平坦な需要となっていた。運賃は営業キ路に基づいて算出した。 東京駅高崎駅間の営業キロは、並行する東北本線、東京駅大宮駅間、高崎線、大宮駅高崎駅間のそれと同一になっていた。高崎駅以西の営業キロは、並行する JR の路線がないため、10キロ、新幹線での実際の距離が用いられていた。特急料金は、三角表と称するものにより、各駅間個別に定められている。一方、 この各駅間の特急料金は、当該区間の営業機能に基づいて算出されたもので、ある。営業機能に対応する特急料金、及びその他の特定の区間の特急料金は、北陸新幹線運賃と特急料金の不を参照のこと。軽井沢午前7時5分発長野行き、浅間599号。 金沢延伸後は699号は平日のみの運行の列車に限り、運賃と特急料金を合わせて、軽井沢駅発が1800円、通常料金は3070円、作平駅発1500円、道2740円、上田駅発は1000円、1410円、割引幅は45%から29%となる。 朝一朝間ギップを2005年夏から発売していた。なお、群馬県と長野県との県境付近は、並行在来線が廃止されたため、鉄道での県境越えは普通列車がなく、特急料金が必要な東新幹線のみとなっていた。しかし、上越線支線、博多南線と同様に、特急料金不要の特例はない。全列車に普通車、いいね系。 1>, 1から6.8号車、E7 系、1から10号車とグリーン車、E2 系、7号車、E7 系、11号車を連結していたほか、E7 系を使用する列車ではより上位のグレードである、グランクラ車両、12号車も連結していた。なお、長野新幹線は2005年から全面禁煙化。喫煙ルームなども設けていなかったため、車内での喫煙はできなかった。 長野新幹線を含む JR 東日本の各新幹線では原則として車内改札を行わない。これは乗客が乗車駅の自動改札機を通過する際に指定券のデータを読み取り、車掌が携帯する端末に連想することで座席ごとの予約状況を車上で把握可能とするシステムが導入されているためである。車掌は携帯端末に表示された。 予約状況と乗客の着席状況を照らし合わせ、一致していれば、正規の乗客であるとみなして通過し、指定権が発見されていないはずの席に乗客が着席している場合などに限って声をかけ確認していた。開業当初よりすべての停車駅で同一のオリジナル楽曲がチャイムとして使われていたチャイムのメロディーは上越新幹線と同一。ナレーションは 富士テレビ元アナウンサーの坂井正幸が担当していた。長野新幹線の車内放送のチャイムとナレーションは、金沢延伸後の道東区間に引き継がれた。1997年10月1日の開業前より、法令上の正式名称である北陸新幹線を使用することについて、運行主体となる JR 東日本の原山清美、副社長、当時は、 北陸方面へ行くルートは別にあり、不適という認識を示し、利用者の混乱防止を図るため、JR 東日本では別の名称を検討していた。一方で、政府による長野以北の延伸事業計画が不確定な中、長野までで建設が打ち切られるという印象が広がることを懸念した北陸地方の自治体では、高崎長野間の部分開業であっても、 北陸の名称を用いる、要要望する動きが見られた。こうした経緯の中で、JR 東日本は1997年7月25日に、新幹線、浅間のダイヤを発表すると同時に、路線名や案内故障について、以下のように扱うことを発表した。JR 東日本では、上記の故障使用方針を定めたが、結果として、首都圏の駅では、 上り線と下り線のホームで案内掲示が異なるという事態となり、さらに東京駅に同居する JR 東海の東海道新幹線ホームの内掲示では長野新幹線の名称が開業当日より使用されるなど不統一な部分も見られた。そうした中、マスメディアでは基本的に開業時から駅構内や新幹線車内の自動放送で用いられていた。 長野新幹線の故障が用いられたこともあって、長野新幹線の故障は次第に定着を見せ、交通新聞社、当時は交際出版社の JR 時刻表、JTB パブリッシング、当時は日本交通公社出版事業局、JTB 時刻表では、1998年6月号より、それぞれ長野新幹線から長野新幹線の表記へ切り替わった。 また首都圏の一部駅で見られた長野新幹線の案内掲示も徐々に姿を消し、時刻表や案内掲示も含め全面的に長野新幹線が用いられるようになった。2014年度末に北陸新幹線が金沢まで延伸開業した時点で全区間の故障は法令通り、北陸新幹線で統一するか JR 東日本管内で引き続き、 長野という故障を併記したり、通称を加えるかについては長らく議論となっていた。長野県の経済団体などは、長野新幹線という故障は、利用客に浸透しており、名称を変えれば利用者が混乱するなどとして、全線開通後は、長野北陸新幹線という名称にするよう、JR 東日本に要し、長野県の村井人氏知事も、 記者会見で長野県の気持ちというのをご理解いただけるよう一生懸命努力したいと述べて長野の維持に意欲を見せていた。次期長野県知事となった安倍森和知事も2013年2月18日県内の経済団体の意向を受けて今後北陸各県や JR 各社に対し故障に長野を残すよう求めていく考えを改めて明らかにした。一方、 富山県の石井隆一知事は、翌19日の記者会見で、法令、全国新幹線鉄道整備法では、北陸新幹線と明確に書いてある。そう簡単に変える性格のものではないと述べ、法令通りの北陸新幹線の名称を指示した。さらに、北陸三県の関係者や多くの方が40、数年間、沿線みんなで努力してきたので、それが基本だと思っているとも述べている。 同様に、石川県の谷本正則知事は、翌20日の記者会見で、金沢が当面は、終着駅になるわけだから、堂々と、北陸新幹線と名乗らないと、えって乗客に誤解を与えるとして、長野の名称を残すことに反対した。長野新幹線は、逸話のため前倒しで整備し、北陸まで繋がっていないので、便宜的に JR が命名したと過去の経緯も、確認している。 また、金沢商工会議所の深山明会と北陸経済連合会副会長は、翌月3月1日に、長野は今まで既得権を何年か使ってきた。私たちとしては、問答無用の気持ち。北陸新幹線で当然として、北陸新幹線の名称に、長野の2文字を入れる要望に反対を表明した。このことは、北陸新幹線が、 計画時点から一貫して法令による正式名称であるにもかかわらず、長野までの部分開業期間の故障車を避けるためだった通称を既得権下されることへの懸念を示している。この対立に関して東日本旅客鉄道の富田鉄郎社長は3月5日の記者会見で正式名称は北陸新幹線ということを認めた上で富山県 石川県の北陸を全面に打ち出せという見解と相性として使われてきたことに基づく長野県の要望にどう折り合いをつけるか苦労していると表明している。なお、この問題については、北陸新幹線の営業が新潟県の上越妙港駅を境に JR 東日本と JR 西日本に分かれることから JR 東日本のみでは、 東京金沢全区間の故障を決める権限がない。一方の JR 西日本からは2013年3月までに名称について公式の見解はなく、同社の広報資料では北陸新幹線とのみ表示している。2013年10月2日、JR 東日本から路線名を法令通りの北陸新幹線とし、その後に 長野経由などと明記することが明らかにされた。長野県もこのような一定の配慮を得られたことで要望を取り下げ、北陸新幹線の名称問題は解決した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。